最初の5分はあんまり人がいないと思うので、あんまり人がいないと思うので、ちょっとメイクメイク今日は今日はですね、めいちゃんが加入して1年の記念日です。皆さんいつもありがとうございます。今日はちょっとなんかね、今日異常にさっきツイッターにも書いたんだけれども、自己投資したい欲がすごくてですね、今日いっぱい物を買いましたなんかもうすごいの見てほしいな、みんなに。最初の5分はちょっと適当な話をします最初の5分はみんなが来るまで、みんなが見に来るまでちょっと適当な話をします今日買ったものはこの、よくインスタの広告で見たこのシスターアンのアイライナーかな、アイライナー、それにセザンヌのまつげ美容液と、このアイシャドウ、アイシャドウじゃないこれ、キラキラグリッター、あと豆乳イソフラボンの乳液、そしてロム&のティント、そしてこのセザンヌの下地、そしてちょっとこれ自己満ね、ごめんねみんな、これ超自己満です。そしてこのキャンメイクのカールキープのメイクマスカラの下地、あこれだけかな、あとこの髪の毛につけるヘアオイル、これがなんかいつもこれだけで買ってんだけど、これとこのやつがちっちゃいやつがついて同じ値段だったからこれ買った。そうごめんみんな、めいちゃんの自己満でした。これはこんなにいっぱい今日は買ったよっていうのを見てほしかっためっちゃ買ったよ今日は。もうなんかこんなにね楽しい日はないっていうぐらい今日はねとっても楽しい日でしてね、そうみんなギフトいっぱいありがとう。今日はネジ加入1周年です。1周年間違えました、ネジ加入1周年って書いてくね、よいしょ。そうなんでこんなに今日が楽しいんだろうっていうぐらいすごく楽しい日でね、今日は1周年の日、そしてメジャーデビュー、ジュエルネージュのメジャーデビュー2周年の日、そして4月10日だから白戸の日ですね、白戸の日。そうそしてね、今日はそんな日にライブがありまして、対バンライブがあって、ファンの皆さんにね、ありがとう、おめでとう、ありがとうっていうのを直接言えた日でもありますし、その後にね、かすみさんとゆずちゃんと一緒にねご飯に行ったの、都合が合う2人で都合が合う3人でご飯に行って、でね最初にねご飯に行った時に行きたかったお店があったのね、3人でここ行こうって言ってたお店が開いてなくて、なんかお昼には開いてないお店だったみたいで、あとコロナの感染拡大防止のあれで開いてないお店があって、で残念だったねみたいな感じになったんだけど、まあ、開いてるお店に入ろうって言って入ったら、もうそのお店が超素敵なところで、もうね超幸せな気持ちになったの今日は、うん、何してんのパエリア。そうゆずちゃんとかがさ言ってるのかな、そう5時開店で、その時多分4時ぐらいだったんかな、そうやからはさすがに1時間は待てませんねってなって、そうパエリアのお店にねそう行ったの。みんな情報早いじゃん。そうでそこがすっごい素敵なお店で、でめいちゃんはなんかそのお店のなんか店員さんの対応とかを見るのが結構好きっていうか、なんて言うんだろう、
なんかそういう丁寧な対応をしてくれる人がめちゃめちゃ好きなのね。だからなんか例えばこのジュースはなんかどういうものなんですか、ちょっと難しい名前のがねあったから、難しい名前のがあったから、なんかこのジュースはあれなんかどういうやつなんですかみたいなのを聞いたら、なんかこれはこちらはなんたかさんのこれを使っておりまして、でこういう甘みがあって美味しいんですみたいな感じですごい丁寧に答えてくれたのよ。もう私あーってなって、もうそんななんか全部の商品をこれなんですかって言ったら答えてくれるその丁寧な姿勢に、なんかもうあこの店はいいお店だって思ってすごいね幸せだった1周年おめでとうございます、ありがとうございます。そうで、もうめっちゃ今日はなんかみんなにも会えたし、素敵なお店にも出会えたし、美味しいご飯も食べれたし、かすみさんとかともね積もる話もできたし、あとね三原ちゃんとね楽しい話をした。なんか多分全然共感してもらえることはないと思うんだけど、三原ちゃんとね保存料とかの話をして、金とかでね、私そういうのを学んでた人だったから、なんかそんな話で盛り上がれるのみたいな、なんかすごいマニアックな話でね三原ちゃんと盛り上がって、意外な共通点を見つけた日でもありました。そう丁寧に説明してくれ、そうなのよ、丁寧に説明してくれた、あーなんていいお店って、もうあーなんか桜だ、ありがとう。さっきかすみさんの配信を見てたんだけど、かすみさんの配信でもたくさん振らせてもらってたから、めいちゃんのとこにもやってくれて嬉しい、ありがとうおいっぱいギフトありがとう。そうで、まあ、今日はなんていい日なんだろうって思いながら、そう、そしたらめっちゃなんかね急になんかもっと可愛くなりたいと思って、そうもっと可愛くなりたいと思って、なんかもうメイク用品をダーってもうカゴにパーって入れて、でももうちょっと買いたかったの本当は。そうなんかいい日にはこのいい顔になりたいと思って、めっちゃ可愛いよありがとう、もっと可愛くなりたいの。そう女の子はねもっと可愛くなりたいっていう気持ちをね常にね持ってる生き物だからね。そうだけれども、そのお財布と相談したりとかしながらみんな頑張ってるから、そうもっと可愛くなったら恋始めるけど、恋のスタートボタン押しちゃいなよそうこれ以上、そうなの、本当はねもうちょっとメイクキープミストとか、そうなんかプラスアルファのものをね買いたかったんだけど、ちょっと抑えて、あと可愛いカバンも買った、今日は楽しい日だから可愛いカバンも買っちゃいました。そうあれなんだよね、私さいつ帰ったらさ割とさとりあえずその辺にポイって物置いちゃうタイプだからよくないんだけど、だからこの辺に今手の届くところに物があったそうだから今日はとってもいい日です、ね、皆さんに加入1年のね日にねこうやって会えて嬉しいですし、わあその名前は意地悪やん選手じゃん好きだね、カバンほんまに可愛いやつ、ね、そうなのめっちゃ可愛いのそうめっちゃ可愛くて、でもねめいちゃんすごいねこれ恥ずかしいんだけれども、これはリサイクルショップで買いました今日超庶民派なのでリサイクルショップでバッグを買ってきました。あ、くまさんありがとう、お下にゆきくまさんありがとうすごいありがとうね、くまさんなんてもらったのすごく久しぶりだ、ありがとうございますありがとう、そうくま恥ずかしくないよ、そう超庶民派だから、ねさっき美容液の話をした時もまつげ美容液のツイートをした時もラッシュアディクトってきて、うわラッシュアディクト高いやつだと思って、そうどうしようかと思った、
でもなんか今すごく可愛くなりたいモチベーションが高いから、こういう時にやっぱ買っとかないとって思って、そう買おうかな愉快やなそうお手軽でね可愛いバッグを買えたから、そうそうそういい今日はいい日そうなの、毎日毎日ちょっとずつ可愛くなっていこうめいちゃんまつげはバサバサになるぞはい、っていうことでね、めいちゃんにラッシュアディクトプレゼント、欲しい、めっちゃ欲しい、待とうかな待とうかなそれまでめいちゃんはキャンメイクかセザンヌのまつげ美容液を買おうかな高いのって迷うと買わなかったりするから、かそうなのそうなの、そう最近めっちゃさ話がさどんどん逸れていくんだけどさ、あの最近ノイミーさんがすごい好きで、でノイミーさん の, あのブログにも書いてあるんだけど、ノイミーさんのねツイッターにも書いてあるんだけど、ポスターがあってあって、でそうでなんかたまたま通りかかって、あノイミーだーと思って、可愛いって思ってとりあえず写真撮ろうと思ったら、あの2021年4月9日って書いてあって、え今日じゃんって思って、待って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 、これは買わなきゃいけないじゃんってなって、そうなんかそれで軽率にあの今日は買わなきゃいけないんだっていう風にあの呼びかけられた気がして、それで勢いで買ってしまいました。でもそしたらそう今日みんなに見せようと思って、可愛いあの鈴木ひとみちゃんのブロマイドがついてきました。めっちゃ嬉しいめっちゃ可愛い、本当に可愛い、本当に可愛い、もう最高です。そうでももうねこのね気持ちが楽しいじゃん、なんかアイドルを応援するっていうこの気持ちが楽しいから、そう1年前はさ私そっち側だったわけなんですよ実はね。天なんとかが舞い降りた、そうなの、出会いは大切、そうなのよそうなのよ、めちゃくちゃ大切やと思う。なんかこう今この出会えた瞬間とかすごい大切だと思う。そう1年前はめいちゃん普通にそのアイドルを応援してた側っていうかステージの下で見てた側だったのね。でなんか今日ファンの人に言われたんだけど、そうなんかこうこの去年までは、去年の今頃はまだこうファンアイドルにはなってなくて、ただアイドルの好きでいただけの自分だったわけよ。まあ一応そのオーディションとかね受けてたけれども、そうでそうそっち側をしてたわけなんだけれども、今そんなめいちゃんがステージに立ってアイドルをしているって本当にすごいことだよねって言って、そうファンの人がね言ってくれて、いや今もそっち側要素いっぱい出てる、まあそうそうだよ、でも私はその気持ちがあるからこそアイドルを続けたいじゃない、したいなっていう風に思ったから、この気持ちだけは本当に一生忘れたくないなと思うのですよYouTuber みたいな話し方になった今忘れたくないなと思うわけですよね本当に。そうだからまあそういうアイドル好きだよっていう気持ちを忘れずにね、しかもそれだけじゃなくてやっぱりそれを皆さんに届けれるようにいっぱい頑張っていきたいなっていう風に思ってます。なんか1年前と違うことっていうのを考えた時に、もうね私どの部門、ダンス、歌、精神、考えとか体の柔らかさとかもう全てにおいて、メイクのやり方とかもね全てにおいてがもうね全部違う、全部ではないけど体とかは変わってないけど別に、なんか全部がもうなんだろう成長してるなってすごく思うの、全部が違うからね。あそう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 、初心は忘れるずにってこと、そう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 いうこと、そうタンが絡んだ心技体、そう心技体ともね、そうわおばあちゃんから今ジュエルネージュ1周年おめでとう、開運1周年おめでとうってライン来たおばあちゃんショールーム見てるかな嬉しい、ありがとうおばあちゃんそうでね、でもママから何もやれなかった、今日ママ電話したのに
電話したけど、ご飯食べ行ってくるわって言われた。せっかくさ今日電話したのにさ、なんか今ライブの準備してるよって電話したのにさ、あそうなん、ちょっとご飯食べ行ってくるわって言われた。娘に関心がねえ。まあそんなことはないと思うけど、おばあちゃんさすが、そうおばあちゃんちゃんと見てくれとる。そうそうだね、ほんまにそうおばあちゃんにもいっぱいね。そうどこまで話したっけ、そうなんかもう心技体ともにめっちゃ詳しく言ったらさ、メイクの仕方とかもほんまに違うくて、みんな気づかないかもしれないけど、アイラインを黒色に変えるとか、私もともと茶色使ってたから変えるとかもしてたし、アイラインの引き方も違うし、メイクの仕方もなんか、私結構撮影系の仕事をなんかバラエティ系よりは多くさせてもらってて、だからその時にね、私はヘアメイクさんにすごいいっぱい聞くの、これはどうしたらいいですかとか、それを聞いて学んで、あそうなんですねって言って